久保さん、多分ですね、なんだろうな、モチベーションの沸騰点とかにしておきましょうか。モチベーションの沸騰点100度、モチベーションの沸騰点100度とかにしておきましょう。多分ね、まあ久保さんもわかると思うんですけど、多分参加した時が100度なんでしょうね。だからもう沸騰しちゃってるっていうね。久保さんと僕の場合は100度じゃないんですよ。常にナチュラルというか、このやりとりも100度でやってないんで、まあたまに100度になる時、僕はねまだちょっと器が小さいんで、100度になって沸騰しちゃう、沸騰してね動画撮る時もあるんだけども、だけどまた水注げるんで、僕は湧き水のごとく水を注げるんで、また沸騰させることができるし、まあ久保さんなんか多分これ30度とかね、いや10度ぐらい、いやもはや0度ですよね。0度でこのやり取りできるから、まあ、いつまで経っても沸騰しないっていうね、ね久保さんね。でも多くの人は水が注げないし、その湧き出るモチベーションっていうか、まあないんで、今持ってるものが枯れたら終わりっていう話ですよね。うん。だからその申し込んだ時が一番沸騰点であると。本来であるならば、そこがスタートラインなの。本当だったら、そこが明らかに0度であると。その買った瞬間、参加した瞬間が0度であると。そこから沸騰していく。もしくは、その0度の時に、さらに学んでね、新しい知識とか情報を入れて、さらに水を注ぐみたいなことができないと、まあ水はなくなりますよね、枯れて。だからまあ感情に支配されないっていうのが一番いいんじゃないですかね。そう、多くの人はやっぱ感情に支配されてるんで、そう、感情に支配されることなく感情をコントロールして、維持し続ける。まあそれが空気のごとく、空気を吸うごとくそれができるようになる。別に歯磨きに対してモチベーションとかいらないじゃないですか。久保さん、歯磨きってモチベーション必要ですか？今日は歯磨きするぞとかね、よし今日は歯磨きしてやるぞ、やる気だ、やる気がないと歯磨きができないとかないですよね。別に普通になってるじゃないですか。でもなんで歯磨きが普通になってるかっていうと、まあそれはずっと数をこなしてきたこともあるし、多分大和くんも、まあ今歯磨きどうしてるかわかんないですけど、最初ね歯ブラシ口の中ぶっ込んだら、なんかうわーってなったと思うんですよ。嫌だったわけですよ、歯磨く。僕も嫌でしたから、嫌だったから、嫌すぎて虫歯になりましたけどそう、まあ嫌なことですら、泣くことですら今や普通にできるっていうね。それは数こなしてきたのと、あと必要性ですよね。歯を磨く必要性、口臭も臭くなるし、虫歯にもなるし、そう。だから歯磨かないとそうなるよっていう必要性でしょうね。だからこれもお金、僕はそのお金が好きとか嫌いとか、まあそういう論争があるんですけど、お金が好きでもあり嫌いでもあり、お金が好きでもあり嫌いでもあり、そう、必要であると。だから稼ぐと。久保さんもそうだと思うんですよね。お金も、お金、まあ、お金が久保さんも嫌いってことはないかもしれないですけど、ね、湯布院に行って、まあ、普通の人だったら、多分ね、普通の人の思考だったら、家族との旅行中ね、そんななんで合宿やんですかみたいな。それぐらいは、なんかその家族と一緒に時間を過ごせばいいじゃないですかみたいなね、思うと思うんですけど、久保さんの中では、せっかく行ったんだから、もうできるやんみたいな。せっかく行ったんだから会えるチャンスがあるやんみたいなね。だからもう思考自体が違いますよね。一般の人は多分、いや家族旅行してるのにね、久保さんそこまでみたいな話じゃないですか。久保さんからすると、いや別にせっかく行ったんだからなんかできるねみたいな話で、まあこの時点でも全然違いますよね。僕もそうですもん。そう、まあ今散歩してますけど、散歩してるから散歩中に動画撮れるなとかね。散歩は散歩じゃなくて、散歩してるから動画を別に外で撮ればええやんみたいなね話で、なんかもう
なんか一般の人とやっぱ考え方とか行動が全部違うので、まあそれは一般の人と違う結果を得られるし、一般と違う収入を得られるしって話で、いやさすが久保さんですね。そう、さすがにね、僕はね徹夜してね、やっぱね久保哲郎すごいですね。徹夜して家族との旅行中徹夜してお客さん対応するかと、さすがお客様のために死ぬっていうね。僕はちょっとその状況だったら多分無理、やらないですね。僕だったらやっぱ久保さんには勝てないですよ。いってらっしゃい。